ということで一組目のゲスト様乙部慎太さんでした。ありがとうございました。あのそう今日ツインテールの日だからさ、うん、ありがとうございます。ちょっとツインテールの日だから、うん、あのヘビツインっていう新しいのやったの。あ、なるほどね、うん、ヘビツイン、あの後から考えたけど今すごいね、あやめたんがね、うん、ガチでね、え無理って言ってたよ横でやばいやばい、あやめたんしも全然ならなかったあ、じゃあ帰宅、おかえりなさい。はいはい、うん、はいはいはい、ではじゃあもうあのそう、あそうだ、うん、あのあれなんだっけ、あのデスブログ見た？見てないでしょ、絶対見てないと思ってすいません。そうさっきなんかうんうんみたいな感じで言ってたけどいや絶対見てないだろうとやばいね本当に。そう私、ね、正直めっちゃ正直、うんうん、あ 3人ね、うんうん、声ちっちゃくしてもね、うん、あの聞こえちゃうからマイクで、うん、3人の誰と、うん、誰も見てないです。あれ最初にあるかな、あ私結構、ね、見たいんだよ、ね、そうあるかもしれないけどいいよ別にも、なんかむしろ恥ずかしいからね。ねえ分かる、でも恥ずかしいよね、うん、だから超能力研究部のねもうもうそろ公開になるけど、ね、この間試写会みたいな完成披露試写会あったみたいだけど行った人いますか、うんうん、あ、いますね。あーすごい、そうなんや、え結構多ない、ね、めっちゃ多いやん。あれ当たる、当たんなきゃいけないんだよね。うん多分、ね、昨日見たってあれかなんか梅田とかであったらしい。もうやったんだ、ね、えーすごいすごい、サリーおいでよってね誘われたんだな。行きたいな、へーあーそうそう、じゃあまあそんなこんなで755といえばですね、うん、次のゲストさんもやってらっしゃるんですよ実は。そう、あのうち勝手にフォローしてるんだけど、マジで？はい、ではじゃあ早速2組目のゲストさんをお呼びしたいと思います、うん、チューキーパレードさんです。お願いします。お願いします。お願いします。皆さんこんばんは、小生意気で攻撃的なチューキーパレードです。よろしくお願いします。イエイ、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。ではじゃあお座りください。はい、はい、チューキーパレードさんはですね2012年に結成された9名のグループで、コンセプトはちょっと小生意気なダンス&ファッション。今年の夏にはロッキンジャパンフェスティバル、稲妻ロックフェスと数々のフェスに出演し、10月にはニューヨーク最大の音楽フェス CBGB ミュージックフェスティバルにも出演され、ノリに乗ってるグループさんです。おー、ありがとうございます。あそうだ、あの一人ずつ自己紹介を今更ながらお願いしていいですか。はい、はい、チューキーパレードリーダーの関根優の20歳です。よろしくお願いします。はい、みぞろぎセランです。高校2年生の17歳です。よろしくお願いします。はい、鈴木ゆりやです。高校3年生18歳です。よろしくお願いします。渡辺あさみです。栃木県出身20歳です。よろしくお願いします。お願いします。あのすごい先生先生とか剣道の先生、剣道の先生、剣道剣道ですか、はい、あ私あの人生の方の先生やってました。あそうだあそうだ、剣道先生の方、剣道はあのゆりかちゃんの方がうまくできちゃったけど、剣玉じゃないよっていう諦めない心、剣玉をあのやってあのその心の先生を、そうです、そうです、私あの結構あの心の方の先生してました。あ普段からあすごい、そうなの聞いたことないよ、なんかバレバレしてるのか初めて、でも本当にやってそうなオーラがある喋り方とか全然今ちょっとやってみただけだそういうのもいいかなと思って。そうだ、この間スマスマ見ました。うわー、ありがとうですか。やったー、なんかあの本当はいつもはしゃべくり7とかすごい見るんですけど、すごい見ました。さっきも755をフォローしてくださって、ね、そうなんです、あすいません本当にファンでただの、そうあの1回目の時も、はい、生ドルの初回にも出てくださって、はい、あの、はい、懐かし
なんか、ね、懐かしい感じが、あの、ね、聞くところによると、はい、1回目の結構やばい空気の映像があるので見せますって。えー、見たくない。結構きついです。全然湧いてない。これ本当にすっごい緊張して、いやもう放送事故でしたよね。事故でしたね。事故でした。もうそういうあるみたいなので、せっかくなので、すいません、お願いします。事前にアンケートを取らさせていただいたんですよね。もう私が事前に TT パレードさんを最新アンケートを取ってきたので、はい、ここからちょっと私のね、こうアンテナに引っかかるものをちょっと読ませていただいてもいいですか。はい、お願いします。題して TT パレードさんの最新アンケート。イエーイ。そのまんますぎた。最新そのまんま。もうちょっとひねろう。そうですね。そうですね、はい、じゃあやっていきましょうよ。どうぞ。さあ何か気になるところありますか。あー、なんだろうね、どれがいい。あ、このまだ披露してないモノマネっていうので。お、なるほど。アサミンの携帯のバイブ音を口でやる。お、お、いきます。いったね、いったね。3、2、1お願いしてもいいですか。はい、の、3、2、1。この曲両 A 面シングルになっているんですけども、はい、キャンディポップギャラクシーボム絆バンキーロックという曲でですね、キャンディポップギャラクシーボムはミュージックビデオが全編ニューヨークで撮影してきたものになっているので、はい、そこも注目していただけるとさらにチキパの良さが分かっていただけると思います。お、ではカメラに向かって曲振りお願いします。それではチキパレードでキャンディポップギャラクシーボム。曲キャンディポップギャラクシーボムは12月3日からドワンゴ JP で配信予定です。はい、ありがとうございます。はい、では皆さんに書いてもらったアンケートをですね、あの、見ていきたいと思います。はい、あの、今回すごい盛りだくさんなので、はい、すごい、もうどっから言おうかな。じゃあまずゆりやさん、はい、特技の、はい、ふくら術を見せていただきます。あ、わかりました。でも披露した、はい、あれですね。じゃあ、あの、ちょっと声が遅れてくるやつをやります。はい、勝ちですか。はい、あれ、声が遅れて聞こえるよ。またシュールだね。シュールなのしか出てこないからね、チキのからは。爆発的ではなくシュールな感じ。はい、じゃあ、もうこの調子で特にアサミンさん、はい、お、立ち幅跳び見せていただいてもいいですか。挽回挽回。そう、そうだ、はい、おっとなるやつ。そうそう、おっとなるやつ。どこから、ここから。あ、あの、この白と白が2メートルなんですけど、あ、そう、2メートル跳べるってアンケートに書いてくださってたので、はいはい、すごい、うん、あ、こ、そんな跳べんの。え、絶対無理。え、ちょっとサユリンさ、あの、基準を。あ、普通の女の子ね、うん、普通の女の子、普通の女の子。え、ちょっと行き過ぎないで。やりにくくなっちゃうね。全力ですよ、私たちも。意外にいけちゃったりするのかな。どうやって飛ぶんだ。せーの、ほっ。はい。そこら辺は目安。これでちょっとこれ有利な足置いとこう。はい、お、ありがとうございます。それではプロがお見せしたいと思います。渡辺あさみ飛びます。無理やで。イエイ、いけ、頑張れ。すごい、来た来た、あの、飛べない、かっこよかったね。ボサッ
があったんですけど、うん、みんなよりすっごい飛ぶことが判明して。